メッセージは NTT ドコモ KDDI ソフトバンクの3社が提供するリッチコミュニケーションサービス企画に準拠したサービス。各プラットフォーム向きに配信されている同盟のモバイルメッセンジャーアプリケーションを介して提供される。RCS 企画自体は本来オープンだが本サービス自体は各キャリア名義で販売された Android 端末及び iOS 端末のみの利用制限がある。サービスを利用するために専用のアプリケーション、メッセージを必要とする。Android 標準のメッセージアプリである Google メッセージなどサードパーティーのアプリは非対応である。テキスト送受信のほかファイル送受信が可能である。静止画、動画、音声は撮影と録音機能を利用し即時に共有可能で、 位置情報の共有やスタンプ送受信も可能である。既読通知機能があり、メッセージが受信済みあるいは清水済みの状態を送信者が判別可能である。本機能は受信者の設定により解除できる。他のメッセージアプリと同様に、メッセージ履歴はチャット形式で閲覧し、多人数でメッセージをやり取りするためのグループメッセージ機能がある。 テキストや添付ファイルの上限サイズは可表を参照。端末の電話帳機能と連携し、連絡先がメッセージを利用している場合、その連絡先にアイコンが表示される機能がある。アプリケーションは、Android、iOS、プラスメッセージ対応がラフォーに対して提供されている。ただし、Android 版に限り、通信事業者ごとに別のアプリケーションが用意されている。当面は、 日本国内の移動体通信事業者のみと、相互接続を行うため、リッチコミュニケーションサービスに基づく、メッセージングサービスを採用している、日本国外の通信キャリア利用者とは通信できない。当初は、ソフトバンク系の Y、モービレラインも、KDDI 系の UQ モービレ、および MVNO では使用することができなかったが、2021年9月2日以降、 KDDI ソフトバンク参加のサブブランド並びに NTT ドコモ KDDI ソフトバンクの回線を利用している MVNO にも順次対応することを発表した。なお、楽天モバイルは本サービスに参加していないため利用することができない。将来的に日本国外のキャリアとも相互接続を行う予定であるためユニバーサルプロフィールをベースとした。 日本独自の技術仕様を定めており、この仕様に基づき各キャリアが独自に実装している。送信料金は無料であるが、携帯電話回線を使用する場合は、無線パケット通信料が別途必要となるが、Wi-Fi 回線では不要。メッセージアプリから SMS を送信する場合は、別途 SMS 送信料金が必要となる。ありがとうございます。